こんにちは、永田です。今回はいつも通りチットチャットをやっていこうと思います。ゆるくお話ししながらメイクをしているので、少しでも楽しんでいっていただた、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、今日のピアスは、これは古着屋さんで買ったインディアンジュエリーですね。いつも通りガルニのピアスと EM のネックレスです。で、ここにね、チェーンの延長線みたいな感じでラブって入ってます。このトップスはロキトっていう日本のブランドのトップスです。では早速動画に行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ早速始めていこうと思います。まず最初に資生堂のシンクロスキングロークッションコンパクトのオークル20を塗っていきます。これね、やっぱりすごく綺麗なツヤを出してくれるし、適度なカバー力もあって、すごく好きですね。最近は毎回欠かさずシェーディングを入れてるので、あんまり外側まで塗らないようにしてます。中央だけパパッと塗ってます。はい、こんな感じ。あ、綺麗ですよね。メディアのコンシーラーナチュラルベージュでクマを隠していきます。この間何の動画、紫外線対策の動画かな。そこで私、水上バイク乗りに伊豆に行きますって言ってたんですけど、なんでか分かんないけど、私伊豆だって勘違いしてて、行ったの三浦海岸だったんですよね。なんか分かんないけど勘違いしてました。多分誰も伊豆に行くとか言ってないのに、なんか伊豆だって勘違いしてましたね。なんでだろう。なんかそういうことありますよね。ないかな。じゃあ次はこれ、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー塗っていきます。今年の夏はおばあちゃんに会いに長崎に行こうと思っています。長崎は母親の実家なので、おばあちゃん家に泊まりに行く感じになるんですけど、すごい楽しみ。今年はね、五島列島に行きたいと思ってるんですよ。長崎の五島列島ってすごい海が綺麗で有名なので、夏に行くし海も入りたいなって思ってます。長崎に住んでる人とか五島列島行ったことある人とかいるかな。ぜひおすすめのスポットとかあったら教えてほしいです。そしたらバターブロンザーでシェーディング塗っていきます。じゃあ眉毛を描いていこうと思います。今日眉毛に使うのはこれ、シュー上村のハードフォーミュラハードナインシールブラウン、グレーっぽいようなカラーです。前に自己紹介動画出してくださいってコメントいただいてたので、自己紹介動画出そうかなと思ってるんですが、せっかくだから質問に答える形式にしようかなと思ってます。なので、まあ聞きたいこととかあれば、何か質問あればぜひコメントで教えてください。そしたらじゃあ次はアイシャドウ塗っていきます。今回もエルフのマットフォーマットのアイシャドウで影を入れていきます。この間も紹介したんですけど、このカラーを使っていきます。今日は RMK のインジニアスパウダーアイズ N の06番シャイニーブロンズ。これはね、もうほんとないんですけど、大好きすぎて捨てられない。これすっごいほんと綺麗な色なんですよね。なんか今日二重の幅がおかしい。左右で全然違う。やだなぁ。なんか皆さんもそういうことありませんか？前日に塩分取りすぎたりとか、お酒飲みすぎたりとか、なんか寝すぎたり寝なさすぎたりとかすると、二重の幅がおかしくなっちゃって、やだなぁっていつも思います。わかるかな、わかるかな。なんか変なんですよね。アイテープしようかな。はい、こんな感じ。キラキラ。そしたらこの間も紹介したんですけど、これは前回とは違う色です。エスプリークのセレクトアイカラー BE312 番。前回の動画で紹介したエスプリークのマーブル模様の色はピンクだったんですけど、今回はベージュ系のカラーです。これもこれですっごい綺麗で可愛いです。細かいブラシを使えばきちんとグラデーションとかも作れそうな感じ。これを指にとって全体的に
なじませます。 RMK のアイシャドウだけでもキラキラなんですけど、今日はこういうキラキラアイシャドウの気分なので、上からまた重ねます。でやっぱりアイテープしよう、アイテープじゃなくて今日はロイヤルプチアイムをしようかと思います。ほら見て、ほら二重幅がなんか変ですよねこれ。はい、じゃあ今日はね、この変に癖づいてしまった二重の線をロイヤルプチアイムで直します。私はいつもこっちの目ばっかり二重の幅がおかしくなっちゃうので、私的にアイプチとかアイテープとか欲張らないことが自然になじませるコツかなって思います。こんな感じ。はい、じゃあアイラインを引いていきます。自分でまつげパーマしようかなって最近思ってます。友達がね、まつげパーマキットみたいなの買ってて、私もやりたいなと思ったので。昔はまつげパーマもずっとやってたんですけど、まつげパーマが取れてきちゃった時期とかがすっごい嫌なのと、なかなか行けなかったりとかすると毎日嫌な気持ちでマスカラを塗ってたので、自分でまつげパーマできたらすごくいいですよね。 OK、 じゃあビューラーでまつげを上げていきます。はい、じゃあ今日はね、これ久々の登場なんじゃないですか、資生堂のフルラッシュマルチディメンションマスカラのブラックを塗っていきます。これはねやっぱりお気に入りですね。使ってみてほしい。高いけどマスカラにね4000円3000円とか出すのはなんかバカらしく思っちゃうんですけど、でもやっぱりいいんですよね。はい、じゃあチーク塗っていきましょう。今日はアディクションブラッシュのオータムアフタヌーン23番を使っていきます。血色感を与える程度に塗ります。はい、こんな感じ。そしたらなんか前回のコメントで、あ違う、前回の動画のコメントで、眉毛にチークとかアイシャドウでもいいんですけどオレンジ系のカラーをのせると垢抜けて見えますよっていうコメントをいただいたので、今日はそれをやっていこうと思います。このチークでそのまんまやっていこうと思います。このアイブロブラシみたいなので、ちょっと全体的にこんな感じ。濃い？のせすぎかな、眉尻が剥げちゃったので描き足します。可愛い明るい眉毛になりました。眉マスカラが私苦手で、あんまりやりたくないので、ちょっと明るく、眉毛を明るくできるのは嬉しいです。教えてくださってありがとうございます。じゃあ次はハイライトを入れていこうと思います。 NARS のデュアルインテンシティブラッシュ5505番、これのこっちの色、これを塗っていきます。これね、アイハーブの購入品で紹介したエルフのブラシです。これをこのビコンこと、この先っちょ、鼻の先っちょとこの辺ちょこっとだけで、おでこは余ったやつで適当に、で、顎を。今日のリップはディオールの、フルイドスティック373番リューズというカラーを塗っていきます。これはね、すごいきちんと発色してくれるので可愛いです。完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はまあゆるーくお話ししながらメイクをしてみました。前回に引き続き割とオレンジっぽいメイクなんじゃないでしょうか。で、さっき動画の前半の方でお伝えしたんですが、自己紹介動画を作ろうと思うので、せっかくなら皆さんの聞きたいこと、質問とかがあればそれにお答えしていこうかなと、答えられる範囲でお答えしていこうかなと思っているので、もし質問等あればぜひコメントに書いてってください。ではいつも見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。ブース。イナビーズイン。